日本ウェルター級チャンピオン米倉ジム永瀬輝夫、去年3月当時の王者競泳ジムの中野芳雄に挑んだ永瀬は執念を見せ、日本タイトル4度目の挑戦でやっと王座を獲得。デビュー10年目で成し得た快挙だった。半年後に行われた初防衛戦では同じく競泳ジムの新鋭佐々木元基と対戦。もう一発狙っている感じか。さあ中島、はいはい、さあ決めていく。ここから永瀬、距離を取ってアウトボクシングに徹する佐々木の前に永瀬は苦戦を強いられてしまう。2対0ですか。なんとか初防衛を果たしたが、今後に課題を残す一戦となった。思うようにジャブが出なかった。自分としても周りの人からしても納得いかない試合だった。この前ははっきりした内容の試合じゃなかったので、今度は使ってした試合で勝ちますんで、応援よろしくお願いします。永瀬に挑むのはトップコンテンダー尼崎亀谷ジムの竹中義則。左右のストレートとフットワークを生かしスタイリッシュなボクシングを見せる右のボクサーファイター。4年前日本ジュニアライト級王座に挑戦したが失敗、階級を上げての挑戦である。やっぱりもうラストチャンスやっていうぐらいの、うん、気持ちでずっとやってるんで、はい、もう今回は集大成という、うん、気持ちで、はい、やってます。今年1月には待望の長男も誕生し、これが最後のチャンスと思ってやるという竹中。大きな決意を胸にリングに登る。やっぱり言葉は汚いかもわからないですけどね、殺す気でリング上がりたいなと思ってます、はい、4年ぶりの日本タイトル挑戦の竹中か、それとも安定政権を目指す王者永瀬か。スリリングな戦いになるのは間違いない。今日のエキサイトボクシングは一瞬も目を離せない試合になりそうです。日本ウェルター級タイトルマッチです。こちらチャンピオン永瀬輝夫2度目の防衛戦、そして青コーナーチャレンジャー竹中義則29歳、これがラストチャンスと話します。お互いパンチ力があります。 KO 必至のタイトルマッチ今始まりました。お互いグローブをパチンと合わせました。今背中が見えています。えんじのトランクスがチャンピオンの永瀬、そしてオレンジのトランクス今左フックを持っていきました。チャレンジャーの竹中義則です。チャレンジャーの竹中は1ラウンドからガンガンいって自分のペースを取りたいと話しておりましたが、どうでしょうか。チャンピオン永瀬は出てきてくれた方が噛み合うと歓迎はしていました。その言葉通りになるのか、ちょっと足を使っています。チャレンジャーの竹中です。さて解説は元世界チャンピオンのお二人です。まずは沼田義明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。沼田さん、この竹中がガンガン出てくるという話もしてましたが、ちょっと足を使ってますね。そうですね、中間距離で保ちながら、まあ、永瀬のその出方をね、待っているような感じですけども、まあ、永瀬自体はやはりその前に出てですね、ボクシングスタイルは変わらないと思うんですよ、どの相手に対してもこういうようなそのじわじわとその前に出て、いわゆる上下にね、両手顔面と上下に打ち分けるボクシングは変わらないと思うんですよね、そのペースは崩してもらいたくないわけですよ、ただ問題はその挑戦者の竹中ですけども、どのラウンドでその勝負をかけてくるか、その辺が興味あるんじゃないですかね。あ、このままではいかない、どこで勝負をかけてくるはずだということですね。本人もね、試合前、お話してたんですけど、最後までその最後のラウンドもその考えてないということですから、そうですね、どこまで判定は考えてないって言ってましたね。さあ、そしてもう一人は大橋秀樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンピオンの永瀬、前回の初防衛の時は僅差の判定、完成課題の出た試合ではありましたね。そうなんですね。またね、竹中選手ね、最初からガンガン行くって言ったんですけども、ちょっと足使ってますよね、やはりそれ前回永瀬が足使われて非常に苦戦しましたよね、それを、うまくね、作戦でうまく今足を使ってるんじゃないですかね。まあ、永瀬は前回の反省の一丸として左が出なかったことを大橋さん挙げたんですが、今日は意図的にちょっと左を出そうとしてますね。そうですね、しかしね、まだその追い足っていうのはちょっとね、足りないですよね。左と当てます。またね、竹中17勝 15KO でね、非常にパンチ強いですよね、ボクサーにとって相手がパンチが強いというのは一番プレッシャーがかかりますから。なるほど。その点でもね、永瀬の方もちょっと今慎重にね、なってるところありますよね、チャレンジャーの竹中が8割8分の KO 率、一方の永瀬は KO 率が6割です。一概に数字だけでは比べられないとは沼田さん思います。左、ジェレボディから左フック、永瀬です。
まあ、せっかくからそのパンチをクリーンヒットをさせる、はい、またそのスピードの点ではその永瀬の方が上回ってますよね。そうですか、なるほど、まあ、竹中意外とそのスピードがないですから、はい、意外とそのパンチ見えると思いますね、はい。まあ、竹中もともとライト級でやっていて下から上がってきたんでスピードはどうかなと思ったんですが、永瀬の方がありますか。まあ、永瀬の方がスピードありますね。あ、そうですか。あの竹中スピードはないんですけどね、非常にそのパンチは重そうですよね。この辺りで永瀬も中になかなか入っていけないのか。さあ第1ラウンドはお互い手を出しますが、いい形でのクリーンヒットはありません。第1ラウンドが終わりました。大きな歓声の中第1ラウンド終了です。チャレンジャーの竹中はもともとライト級でやっていました。初めの日本タイトルマッチはスーパーフェザー級ということでちょっと減量を無理したと勝てませんでした。さあこの先ほどの永瀬のいい右、そうですね、相手でも打ち勝ってますよね、はい、永瀬の方がちょっとペースが変わってきましたかね。まあ、そうですね、永瀬はね、はい、作戦としては下がっちゃダメですよね、はい、下がるとその思いもしないようなパンチもらえますから、本来の前へ前へガンガン出ていくボクシングを見せたい。まあ、先ほどのラウンドですね、はい、永瀬が接近戦で完全に打ち勝ちましたから、はいはい、これは竹中にも非常に今、ね、嫌な、ね、このまあ心理状況じゃないでしょうかね、はい、右ストレートを伸ばしてきますが刺した感じです。左を軽く当てます。この距離は竹中、うん、はい、竹中ちょっと接近戦をちょっと、ね、完全に嫌ってますよ ね、 今ね避けてきました ね、 ねこのラウンドね、序盤はチャレンジャーの竹中がペースを握った感じ、そして接近戦になって先ほどのラウンドあたりから永瀬が少しずつ流れを引き戻してきたのか、試合は中盤になってきました。まあ、あの先ほどのラウンドで、ね、接近戦でちょっと、ね、はい、永瀬がもし打ち負けてしまったら、はい、まあ、この竹中のペースに、ね、一方的にいたと思うんですけど、左、はい、先ほどのラウンド完全に打ち勝ちましたから、意味の大きい、ね、ラウンドだったと思いますね、永瀬にとってですね、はい、だせっかく引き寄せたわけですから、ここでまた自分のものにしたい。怖がってる感じはありますね。そうですよね、もう少しその永瀬懐に入ってですね、はい、上下に打ち分けてもらいたいですね、はい、接近戦を嫌っている感じです。そうですね、チャレンジャーの竹中、まあ、永瀬はこれもうベテランなんですから、はい、そこをもう見逃さず、一気にまあ接近戦に引き入れ込むことですね、はい、竹中は遠くからパンチを打っていきますが近くに寄ってきません。永瀬は接近戦、あの、ね、細かい、くっついてね、細かいボディへ顔面パンチですね、非常にあれがね、効いてきてると言いますか、はい、いやもう非常に嫌がってますよね、はい、永瀬見てはいけません、見るという癖がある、そこを直してきましたと米倉会長は話していたんですが、このラウンド行きたい永瀬、はい、せっかく自分の方に行きたがっている流れ、チャンピオンの永瀬グッと引き寄せ右相打ちになりました、まあ、中間距離でしたら永瀬不利ですから、はい、やはりその懐に入りたいですよね、はい、この距離、この距離が入りました、軽く当たりました永瀬、右ボディ左ボディ、まあ、せっかく相手の懐に入っているんですから、はい、あとその手数が欲しいですよね、はい、本当に手つながる手数が欲しいですよね、はい、あとワンツーと、中間距離はね、はい、怖いパンチ打ちますね、やはりね、はい、まあ、ブロックはしてるんですけどもパンチが飛んでくる、距離をしっかり詰めて先ほど飛び込むようないいパンチもしました、あと右アッパーをもらったか永瀬、永瀬この距離ちょっと近すぎるか、クリンチになりました。試合も中盤第5ラウンド、永瀬2度目の防衛戦、右ガードの上からですが右のフックをもらいます、また右、これをパンチの上から左サイド切り行く、また右、竹中のパンチを外して永瀬が右を入れました、いいカウンターでしたよね、はい、この右のカウンター、はい、カウンターの後の、ね、攻撃です ね、 ね、このまとめたパンチがちょっと欲しいですよね、はい、はい、永瀬の右のカウンターは同僚も下を向かったり、竹中が左、ここでこのラウンド終了のゴングが鳴りました。第5ラウンド終了です。米倉会長も少し心配そうな顔をしていますが、30を前にしてチャンピオンになった永瀬輝を30歳にしてやっとスタートラインに立った気がすると話していました。この左はうまく捉えました、飛び込んでいった永瀬、まあ、先ほどのラウンドの永瀬が全般的に良かったんですけど、はい、終了間際にね、竹中君の左フックがカウンター上がったんですよ、はい、ね、あのパンチは非常に、ね、怖いパンチですね、はい、今度は左フックがやはり竹中君強いですよね、はい、ここはちょっと竹中距離を詰めて細かいパンチを打っています。さあ打ち合いにまた持っていくのか、また持っていくのか、勝負かけたかもしれませんね、勝負かけたか、はい、距離を詰めて打ち合いだ、永瀬左に入れる、さあ右グローブの上から、さあ永瀬もちょっと見て、右アッパー左アッパー、さあ打ち合いだ打ち合いだ、竹中も細かいパンチ右を入れている、この、ね、打ち合い負けないようにね、はい、打ち負けしないようなその攻撃ですよね、はい、
竹中も攻めてきましたから、これ逆にね、はい、永瀬がチャンスですね、今ね、はい、竹中がこのラウンドに勝負、竹中これ、永瀬冷静にパンチをブロックしてですね、はい、中からこのアッパーフックね、ショートでこれ返したいところですね。そうですね。さあ、ちょっと右の目の目を切りましたね。切りましたね。うん、パンチでしょうか。バッティングですかね。頭が近かったですからね。バッティングですね。右の目ですが、ここで見る限りはそれほど深くはないようですがね。また情報が入ったら知らせてもらおうと思いますが、右のまぶたを切りました。バッティングでまぶたを切りました竹中。ますます、さあもう行こうというか、右、まあ、長瀬もね、はい、竹中の右をだいぶそのブロックするようなアップですから、はい、そうですね、まあ、あのパンチ見えてきたと思いますからね、はい、まあ、あと打ち負けしないようにね、こういう試合になりますと、はい、打ち負けしないようなコンクラブでしょうね、はいはい、まあ、やはりね、まあ、バッティングで目来てしまいましたけど、はい、このやはり血は目に入るし、まあ、この中盤から終盤で下も切れてくるし、はい、ちょっと長瀬の方にね、ペースが向いてきたようなね、向いてきましたが、後半に入って、しますね、アッパーから、うん、そして右ストレート、ちょっと距離がありました、竹中の距離、長瀬が前に詰める、右、ゲッツル、お互いこれ勝負ですね、この距離はね、はい、前に出た方がいいですね、前に出た方がその余分なパンチは食わないですから、しくもお互いこの試合の鍵になるのは何ですかと聞いたら、お互いに気持ちですという話もしていました、まあ気持ちね、そのような敗展開になってきましたね、まあ、今ね、この、接近戦での今ね、我慢比べになってましたね、さあ気持ちの強い方が勝つんですとお互いに言っていました。そういう試合展開、ちょっとチャレンジャー竹中の右のまぶたが切れて少し腫れてきましたか、まあ、今この接近戦でもうフックアッパーの打ち合いになりましたから、はい、ここでですね、この速いねワンツーでもね踏み込んで打てると、綺麗に、チャンピオンの右、ちょっと不用意にもらいました竹中、あっとマウスピースが飛んだ、やはりもうフックアッパーだけしか頭なかったと思うんですね、今のね、はい、ちょっと効きましたか、はい、足元はちょっと、はい、おぼつかない感じではあります、ちょっと右ストレート不注意でしたか、まあ、今までのパンチがフェイントになってましたからね、非常に効いたパンチだと思いますよ、そうですね、正面にまともにもらってしまいました、右と左の相手お互い当たりません、長瀬のいい右が入ったこのラウンド、さあ竹中から仕掛けた打ち合いという感じですが、さあまた竹中打ってくる、長瀬もそれに応える、ここで第6ラウンド終了です。奥さんの智子さんとは3年前に結婚しました、そして今年の1月待望の長男も生まれました竹中義則、先ほどのラウンド偶然のバッティングで右のまぶたを切りました、ちょっと痛くなっている感じはしますが、今のところ血はね止まってますね、はい、止まってる感じですけどね、残すラウンドは、はい、4つになりました、第7ラウンドです、序盤はペースをつかんだチャレンジャーの竹中ですが、接近戦で永瀬が打ち勝つようになって流れが変わってきました、さあこの終盤に入ってどうなるのか、大久保さん、はい、チャンピオンサイドですが、はい、かなりこちらのペースになってきていると、はい、そんな風に話しているんですね、であとは各ラウンドの最後の1分相手がバテたところを攻めに行けと、そういう指示が飛んでいますね、なるほど、はい、しっかりとラウンドごとにポイントを取っていこうというチャンピオンサイド、しかしねこのゴールになりますと、はい、竹中の左がいいですね、非常にね、はい、奥間さん、ね、チャレンジャーサイドですかね、はい、竹中の先ほどの傷なんですが、幅は1センチちょっとぐらい、はい、深さは 2,3 ミリで、はい、なんですけども血は止まっていて大丈夫、全く問題はないということです、はい、なるほど、わかりました、それほど深くはないようですね、左右アッパー枠を切りました、ちょっと長瀬ね、はい、勢いにねこの左ジャブもらいすぎですね、そうですね、ちょっとね策がないですよね、まあ、前回の初防衛の時も佐々木と対戦してかなり左をもらったんですよね、まあ、この中間強ですよね、うまくないですね、あの時もパンチがないと思ってもらってるうちにリズムが作れなくなったという反省してたんですが、このまま左、はい、強いにもらいますとねまたペース変わってしまいますからね、そうですね、はい、あと左左いけませんね、はいはい、左から右です、さあまたチャレンジャー距離を取ってペースを掴みかけています、もう少しところ入らなきゃいけないですね、チャンピオンの距離でしたらやっぱり違う距離でしたら、やはりその竹中の距離だと思いますね、米倉会長も心配そうに見てました、まあまあね、はい、竹中の今強い左手もらってしまいましたけど、やはりその原因というのはこの左ジャブを強いにもらってるからなんですね、はい、なるほど、この左ジャブをうまく外して小松さんは最初から、ね、体を振ってっておっしゃってますからね、まあ、そうですね、はい、右体を振って懐に入るのがね、一番その理想としてはその避け方であり攻撃が当たっていけると思いますけどね、
まだね、竹中君このラウンドちょっとねペースを掴んできましたよね。そうですね、先ほどの第6ラウンドは竹中が自分があとボディを打ちました。竹中、はい、今の右フック相打ちですけどちょっと効いたかな、長瀬、はい、ちょっと動きがよくありません。長瀬この距離っていうのはね、竹中君一番強いパンチ出せますから。はい、しかし打ち返す、右から左、打ち返す、打ち返だ、打ち返だ、右アッパー、また右アッパーした竹中、左アッパー、そうですね、この打ち合いは長瀬がガードをしっかりしてる分打ち勝ってますね。長瀬打ち勝っている、いった、長瀬前出る、この打ち合いは長瀬の打ち勝ってますよ。はい、ガードの差なんですよね。長瀬はしっかりガードして打っちゃってますけど、竹中ちょっとガード下がってっちゃ、竹中が下がる、そこにパンチが入る、ね、はい、さあこの打ち合いは長瀬が打ち勝ちました。竹中は左のまぶたから血がまた流れてきました。この第7ラウンドも打ち合いだ、この右をもらっていきません、左右のフック、竹中ここで第7ラウンド終了です。今回2度目の防衛戦、永瀬輝雄、序盤はペースをこちら竹中に奪われましたが、中盤あたりからチャンピオンペースでしょうか。先ほどのラウンドもこの接近戦で打ち勝ったというのが大きいですね。まあ、シャーシャーする場合もあるんですけどもね、はい、なんといってもその打ち勝ってるということでしょうね、はい、しかし先ほどのラウンドですね、左ジャブを不用意にもらいましたので、はい、またちょっとねこの課題を残してますね、長瀬の方がね、そうですね、はい、しかしまだ残すラウンドは3つあります。チャレンジャーの竹中義則はとにかくチャンピオンを殺すつもりで挑みますと話していました。そのあたりの気持ち、まだまだ出し切れていないか。試合は第8ラウンド、この中間距離ですと長瀬パンチが出ないわけですよね。そうですね、見ちゃうんですよね、竹中のそのパンチが出るわけですね、はい、左ジャブ、左ストレート、右ストレート、はい、右、逆に右、この右左ジャブに対してね、はい、右を合わせればいいんですよね、はい、そうすれば不用意に左、はい、竹中出せなくなりますから、はい、この距離は長瀬、はい、やはりこの終盤になってきますと、はい、やっぱりガードがしっかりしている分、長瀬の方がこの打ち合いになると勝ちますね、やはりね、はい、先ほどラウンドあたりから大橋さんは竹中のガードが下がっているという指摘がありますね、その分やはり接近戦で打ち合いになりますと、はい、あの打ち終わりにそのパンチをね返されてしまいますよね、はい、あとボディー、今度は右フック、クを切りました。長瀬は左を持っていこうと、右、長瀬右、左、竹中の左から右、さあ打ち合いだ、また打ち合いだ、打ち合いだ、打ち合いだ、さあ竹中が打ち勝ってるか、長瀬前に出ていく、長瀬前に押していく、いやいや、それぞれ、ね、打ち合いになってるんですよ。今ちょっとね、はい、長瀬の方がね、打ち負けしてますよね、そうですね、的確に捉えていたのは竹中の方だと思いましたが、ただその打たれても前に出てるから救われてるわけですよね、いや、それとも素晴らしい試合です、はい、お互いにその内容のあるね、持ち味出し切ってる試合ですよね。ボディ落ちてきました、長瀬、竹中の口がちょっと開いてきました。スタミナはどうでしょうか、ね、ここで強いね、あのボディーブロー打てれば非常にこれ有効になるんですけど、長瀬、ちょっと長瀬がね、強いパンチをボディ打てないんですよね、ちょっと力の入ってないパンチがボディいってるんで、ここで腰の入ったね、はい、強いパンチがボディ一発当たれば本当に有効なパンチになるんですけどね、はい、田中美先に当てました。逆に竹中も右を狙っていました。カウンターで右を狙っていました。ちょっとね、上ばっかり強いパンチ出るんで、はい、長瀬、うん、ボディ行きたいですね、そうですね、あ、そうですね、ボディをこう手を出しているという感じですもん ね、 さあこのラウンドももう残り40秒を切りました。あった、右から左、ガードの上からなんですがね、まあそうですね、入ってもらってるように見えますよね、見えますね、まあ、このラウンドはね、ちょっとあの竹中の押され気味ですよね、押され気味ですか、押され気味ですね。先ほどのリポートには最後の1分でどんどん行けという会長からの指示もあるようですが、さあここで行くか、長瀬右、今度は左、竹中も手を返す、また距離を取りました、右、軽く当てました、長瀬、さあ見ている竹中が先、左、アッパーから左、あのやっぱいいアッパーですね、はい、いいアッパーから左アッパーを突き上げました、竹中、さあ第8ラウンドもここで時間終了です。打ち合いになりました、このラウンド、あと残すラウンドは2つです。日本ウェルター級タイトルマッチ第9ラウンドにこれから入ります。永瀬、やっと30にしてスタートラインに立った気がする、そのチャンピオンベルトを渡すわけにはいきません、その気持ちが出ています。
一方の竹中もこれがラストチャンス、まあね、チャンピオンを殺すつもり、その気持ちが出ている、まあ、今休んでるね、はい、2人の表情を見てますと、はい、竹中がちょっと非常にちょっと疲れた表情になって、永瀬は非常にまだねスタミナがもう余裕があるんで、ですからこの90でね永瀬はその力をね、出し切るね、もう本当力をね最後出し切ってもらいたいですね、永瀬が先に左を当てました。スタミナでいうと永瀬の方があるんでしょうか。ただ竹中も走り込みはしっかりしてきましたという話ですが、まあ、スタミナを残してこれ10ラウンド割ってもね、意味ないですからね、やはり課題っていうのは、あのスタミナをね使い切ることですね、永瀬ね、さあ一方の竹中も今日は奥さんが応援に駆けつけています。まあ、初めてね、あの力の入ったボディ、永瀬打ちましたね、あれどんどん打ちたいですね、さあちょっと頭の注意を受けました。第6ラウンドでしょうか、まぶたを切ってしまいました。バッティングで竹中はまぶたを切ってしまいました。その傷はそれほど広がっていない感じですが、ラウンドの終盤になってくると血が流れてきます。左を当てます竹中、この左を当てて距離を取る、この戦法で序盤はペースをつかみかけたという感じもしました。ガドビー、しかし返す、パンチを返す、竹中の左に入りました。互角の打ち合いですよね、永瀬の右クロスも良かったんですけど、はい、この後の左フ、はい、竹中のカウンターね、あのもう怖いパンチですね。竹中は永瀬が打った後を狙っている感じもします。大熊さん、はい、チャレンジャーサイドですが、やはりですねカウンター勝負だという声です。そして距離を置いて見ずにとにかく行って行って行きまくって、うん、カウンターだけを狙えということですね。まあおそらくあの、はい、右ストレートのライディ、右フックですね、特にその右のその頂点のフックですよね、まあ、それ、まあ、はい、まあ、それ永瀬もね、はい、伸びきってると思いますからね。はい、右アッパー、今いいアッパーですね。はい、永瀬のビアッパー、やっぱり距離が近くなると永瀬のパンチが的確に当たる、そういった場面が多く見られます。中間距離ですよ竹中っていう、ね、そうですね、はい、戦い方なんですけども、はい、だからこの距離から永瀬が出てきたところをうまくカウンターを取りたい、はい、うん、あ、今のも右カウンターを狙ったんでしょうか。狙ってると思いますね、このパンチ、ただ当たりません。しかしあのパンチがねこめかみあたりに当たりますと、これ非常にこれ効くパンチですよね、はい、そうですよね、はい、永瀬は左のガードをしっかりしなくてはいけません。このラウンドも残り40秒になります。とにかく今日はラウンドごとにあっという間に左、竹中の左です。あっという間に時間が過ぎていく、いい打ち合いになっています。竹中がこの左が出始めますと、あの強いパンチがつながってきますからね、はい、左をなんとかね中瀬止めるムーブが必要ですよね、はい、止める外して、そして中に入っていく、です、ね、右です、竹中の右、中瀬はくっつく、さあ第9ラウンド、はい、さあ竹中としても判定ではどう見てるんでしょうかね。永瀬の方が放送席ではわずかにポイントでリードしているんですが、ジャッジがどう判断しているかは分かりません。中間距離のパンチとね、接近戦のパンチでね、難しいですよね。顎のあたりを永瀬が捉えて第9ラウンドが終わりました。チャンピオン永瀬の彼女のミサさんも応援に駆けつけています。初防衛した時は涙涙だったんですが、さあ残すラウンドはあと一つ、こちらは竹中の奥さん智子さん、お互いに彼女奥さんも見守って、そして勝負を決める鍵はお互いに気持ちと話していた、そういう試合展開。そうですね、この両選手とも言えるんですけどね、はい、はっきりしたラウンドが欲しいですよね、はい、竹中はもう打ち合いでしょうか、うん、距離を取りません。永瀬も望むところ、最後打ち合いになるか、永瀬が見られた、右、また右を入れました、また右、永瀬下がっちゃいけないですね、はい、まあ、これね、お互い倒せるパンチの距離になってますから、はい、本当に今非常にスリリングなこれ今展開ですよね、はい、右、永瀬の右フック、逆に右フックを返した、竹中もね渾身の力をね、はい、込めてもう倒せるパンチを今ね打ってますよね、はい、特に竹中は自分がチャレンジャーです、判定まで行くと非常に苦しい、倒す通り、右から左のアッパー、右カウンターで右、ちょっと永瀬ねカウンターで今パンチもらってますんで、ちょっと危険ですよね、的確ではなくてちょっとかすった感じにはなりましたが、竹中の右カウンター、永瀬の感じを捉えました、はい、ね、同じになってますから、もう少しそのね、はい、優秀低くして永瀬の懐が入らないと、ちょっと危ないですね、永瀬苦しいですね、竹中のね、はい、パンチはこれ見た目以上にね、これダメージというか重いんですね、これね、はい、KO 率は8割立ち、左半から右、ここまでは竹中のパンチ入っている、永瀬手を出せ、右フック返しました、さあ打ち合いです、打ち合いです、永瀬、ちょっと今ね永瀬気持ちで負けてますから、あ、なるほど、これ絶対負けないことですね、
チャンピオンベルトを渡したくない、チャンピオンベルトを取りたい、クロスバスアカデミー、永瀬の右です。永瀬の右、ちょうど高田が左から下がったところですけど、はい、前出なきゃいけないですね、永瀬前、前、前。さあもう本当に気持ちの試合です。残りが1分10秒竹中が気持ちでこのラウンドを上回っているか。永瀬を負けたくない、もうどんどん前に出なきゃダメですよ。今ね、手数有効だ、はい、竹中上回ってますから、このラウンドはそうですね、このラウンドですね、永瀬ちょっと、はい、打ちなきゃいけないですね、はい、このラウンドね、うん、永瀬は右アッパー、ただ永瀬が前に出ていく、うん、そうですね、永瀬前に出るでもいい、前に出るのでいいですからね、右の相手になりました、うん、なぜその前に出るってか、はい、まともに打たれてもパンチ効かないですから、はい、下がったとしてもパンチ効いちゃいますから、はい、ですから、ま、印象は悪いですよね、下がりながらだと高中君強いパンチ打てないですから、だからね、永瀬前に出た方がいいですね、さあ残り30秒です、うん、ポイントはどうでしょうか。放送席ではここまでわずかにチャンピオンの永瀬ではありますが、ジャッジがどう判断するのか。ジャッジ永瀬の試合になりました。そしていい打ち合いになりました。永瀬の左、うん、さあ押していく永瀬、高中も手が出ない、うん、残り10秒、大切ですね、残り10秒、うん、結局判定ということにはなりましたが、ちょっとねこれ難しい、これ採点になるでしょうね。両手を挙げているのはチャレンジャーの竹中、チャンピオン永瀬、10ラウンドはちょっと手が出なかった印象もありますが、うん、この最終回の印象っていうのはね、非常にこれ影響大きいですけどね、大きいですか、はい、さあ判定はどうでしょう。さあジャッジペーパーが集められたようです。採点をお知らせいたします。ジャッジ福地96対94、永瀬、永瀬ワンポイント。96対96、ジャッジ一人ドロー、96対96。おっと1対0ですか、規定に達しません、ドローということで、チャンピオン永瀬、苦しい苦しい試合、ドロー両手を挙げていますが、いい戦いを見せましたよね、大橋さんね。そうですね、特にね、この最終回ですね、まあ、このペースでいけば永瀬が最終回圧倒すると思ったんですけど、竹中がこの意地をね、見せましたよね。そうですね、あ、奥さんもちょっと呆然という形ではありますが、もう竹中、もう最終回の前もスタミナ完全に切れてましたからね、まあ、そこを精神力でね、10ラウンドは完全に取ったラウンドでしたから、そうですね、本当に、まあ、次に繋がるんだから打ち上げですかね、はい、本当に、はい、各ラウンドの採点も来たんですが、最終10ラウンドは3人とも竹中が取っている、だからここで竹中が取らなければドローがなかったわけですから、永瀬ということになってきたら、はい、逆にね、これ永瀬がね、これはね、大きくこれ課題をね、残しましたね、そういうことにもなりますね、でまさかでしょう、まあ、そうですね、最終ラウンドが全てだったんですね、まあ、ただその引き上げということで、まあ、こうエッジことですからね、まあ、よしとしなきゃいけないでしょうね、いやでも、まあ、確かね、課題は残ったんですけど、ね、残りましたね、またね、いや竹中は本当によく頑張りましたが、残念ながらドローでベルトをもぎ取ることができませんでした。チャンピオン永瀬は前回の初防衛戦について、この2度目の防衛戦も課題を残す結果にはなりましたが、なんとか防衛に成功です。5回は防衛したい、そう話していました。2回防衛しました。さあこの先まだ目標ありますよ。そうですね、まだ諦めずに頑張りたいと思います。最後に応援してくれた会場の皆さんに一言よろしくお願いします。これからも頑張りますんで応援よろしくお願いします。